エドワード・ペルー,ー,ー、エドワード・ペルー、エドワード・ペルー。1757年4月9日から1833年1月23日は、イギリスの海軍軍人。提督、連合王国海軍中将、初代エクスマス死者区、バス君爵氏、GCB。アメリカ独立戦争、フランス革命戦争、ナポレオン戦争に従軍した。弟イズリアル・ペルーも、海軍の軍人。 ペルーと表記される場合もある。ペリューは、勇気と指導力を兼ね備えた士官かつ紳士として知られ、その勇気、指導力、能力によって、名声と地方を勝ち得た。彼はその臨機応変さと決断力とで、ナポレオン戦争の時期の海軍士官の仇となった。ペリューは、保冷処方ンブロワーの物語と、ジャック・アブゾリュートの物語に登場する。ペリューは、 ドーバーの運搬船の船長であるサミュエル・ペリューの次男としてドーバーで生まれた。その家系は古くはノルマンディーに発し、数世紀にわたってコーンウォール西部に定着したのである。1764年にエドワードの父が亡くなると、家族はペンザンスに移転し、ペリューは数年間トゥルロのグラマースクールに通学した。彼は血の毛の多い少年であり、校長に嫌われていた。 彼は十四歳の時に学校を飛び出して海軍に入った。ペリューは千七百七十年に海軍に入り、ジョン・ストット艦長の軍艦、ジュノーに乗り組んで、フォークランド諸島に赴いた。千七百七十二年には、ストットに従って、軍艦、アラームに移り、三年にわたって、地中海艦隊で勤務したが、他の士官候補生との対偶差に関する揉め事を、艦長との間で起こし、 マルセイユで艦を下ろされてしまった。彼はその地で父親の旧友である商船管理者と出会い、リスボン経由で帰国することができた。彼はその後フィレモンポーノル艦長の軍艦、ブロンドに乗り組んだ。ブロンドは1776年の春にジョン・バーゴイン将軍をアメリカへ運んだ。10月、ペリューはダクレス会員の指揮下、もう一人の士官候補生ブラウンと共に、 シャンプレーン湖上のテンダー、カールトンに文献された。11日からの激しい戦闘、バルカー島の戦いにおいて、ラクレスとブラウンが共に負傷し、指揮権がペルーに移った。彼は持ち前の勇敢さによって船を重大な基地から脱出させた。この働きの報酬として、彼はその場でカールトンの指揮を命じられ、イングランドに帰った際には会議に昇進する約束を得た。 1777年夏、ペリューは、少数の水兵を率いて、バーゴイン将軍の下で、サラトガの戦いに従軍し、部隊の生き残りと共に捕虜になった。サラトガで、バーゴイン将軍が降伏すると、彼は本国へ送還された。ペリューは、イングランドに戻ると会議に昇進し、1778年1月9日に、ポーツマス軍港の警備官、プリンセスはミーリアに配属された。 彼は外洋で活動することを望んだが、彼はサラトガでの幸福の経験を引きずっているため、前線での勤務に適さないと考えられていた。その年の終わりまでに彼はライコーンに配属され、1779年の春にニューファンドランドへ出動し、その冬に帰還した。そして、昔の上官であるポーノル艦長の指揮するアポロに転属した。 1780年6月15日、アポロはオーストエンで起きで、フランスの大型市略船、スタニスロースと接近戦を行った。艦長ポーノルは、マスケット銃の射撃を受けて死亡したが、ペリューは、戦闘を続行して、スタニスロースのマストを打ち倒し、中立国の海岸まで運んだ。18日、サンドイッチ卿は、彼にこう書き送った、私は、 期間の勇敢で士官のンたる行動の報酬として、直ちに期間に昇進を告げることに、いささかの躊躇も感じない。そして、7月1日、ペリューは、スコットランド東岸での任務のために雇用された、スープ、ハザードの指揮を任され、6ヶ月にわたって任務に就いた。1782年3月に、ペリューは、ペリカンの指揮を委ねられた。 それは小さく低いフランスのダホ船で、彼はそれを表して、よく、キャビンに座っている主人の髪を、看板の召使いが整えることができると言っていた。4月28日には、彼は、ブルターニュ沿岸の紹介で三隻の試略船を捕獲し、海岸まで運んだ。これらの船下への報酬として、彼は5月25日に、直任艦長に昇進し、アートアーの一時的な指揮を命じられた。 彼はその間で7月1日にフリーゲート級の大型主役船を捕獲した。1786年から1789年まで彼はフリーゲートを指揮し、冬にはカディスやリスボンの近海に帰りつつ、ニューファンドランド海域で任務に就いた。その後、ミルバンク海軍中将の機関艦長として同じ海域で軍艦ソールズベリーを指揮した。 1791年には半急給食となり農場でささやかな生計を立てていた。その頃彼はロシア海軍の指揮を取ることを打診されたがそれは断った。1793年にフランスとの戦いが開始された時彼はすぐに指揮官を要求し36門フリゲート任フを任された。彼は極めて短期間の間に出動準備を終えた。彼は 水兵の補充が困難なことを予想し、約80人のコーンウォールの交付を重宝してあったので、ある。1793年6月18日、ニンフは2隻のフランスフリゲートが、イギリス海峡に現れたという知らせを受けて、ファルマスから出港した。19日の夜明け、ニンフは、フランスの36門艦、クレオパトラを発見した。指揮するのは、 フランス海軍に残った数少ない旧体制、アンシャンデチームに属する艦長、ジャン・ムロンだった。妊フの的確な吸収により、クレオパトラの水マストとダリンは破壊された。そして、送艦のできなくなった船は妊フに横付けされ、激しい切り込み船の末に捕獲された。致命傷を負ったムロンは、最後の苦しみの中、命令書を飲み込もうとしたが、 秘密の信号書の処分には失敗した。暗号は無傷でペリューの手に落ち、直ちに海軍本部に送られた。クレオパトラは戦争開始後最初に捕獲されたフリゲートとしてポーツマスに運ばれた。そして6月29日、ペリューはチャタム伯爵の仲介で国王ジョージ三世に越見し、ナイト尺に譲された。1794年に彼は、 西部方面フリゲート戦隊の指揮官、代償となった。1795年に、彼は、彼の上官のうち最も著名であるフリゲート、インディファティガブルを指揮することとなった。ペリューは泳ぎもうまく、多くの人命を救ったことでも知られている。最も印象的な出来事は1796年1月26日、軍隊を輸送していた東インド会社の貿易船。 ガットンガの下で座礁したとのことである。海が荒れていたために、上院と兵士は岸にたどり着くことができなかった。ペリューは綱を持って残骸から泳ぎ出し、それを命綱として、船に乗っていたもののほとんどすべてを救助した。この功績により、彼は1796年3月18日に、順弾尺となった。ペリューの最も有名な戦闘は1797年1月13日。 フリゲート、アマゾンと共に巡航していた時に起こった。彼らは、フランスの七十四門戦列艦、ドロワ・ドローム、人権の意を発見した。常識では一隻の戦列艦は二隻のフリゲートに、勝ると考えられている。しかし、高天下においてはその操船術の優位性によって、イギリスのフリゲートは、フランス戦列艦の優勢な火力に立ち向かう根ができた。 1797年1月14日の早朝、3隻の船はオーディン内の防波堤に吹き寄せられた。ドロアドロームとアマゾンは座礁したが、インディカティガブルは巧みな操船によっ脱出することができた。ペリューは1804年に少々に昇進した。彼は東インド諸島方面の司令長官に任命されたが、ペナンに向けて出航するまでに6ヶ月かかったため、 着任は1805年のことになった。1809年に東方から帰ると、1811年から1814年まで地中海艦隊の司令長官を務め、また1816年に再任された。1814年にペリューはエクスマス断爵となった。彼はバーバリ諸国に対して英蘭連合艦隊を導いて出撃し、 1816年のアルジェ砲撃に勝利して、市内にいた千人のキリスト教徒奴隷を解放した。この行動により、彼は1816年12月10日に初代エクスマス施爵となった。イングランドに帰還した、彼は1817年から1820年まで、プリマスの公安司令官を務め後、現役を引退した。その後も彼は上院に出席して、活動を続け、 1832年、名誉職の連合王国中将に任命された。ベリューは1812年にデボン州テインマスのビトンハウスを購入し、1833年に亡くなるまでそこを家とした。テインマス博物館は彼が収集した広範囲の工芸品のコレクションを所有している。 ペリューは1783年5月28日、スザンナ・フロードと結婚した。夫妻は以下の4人の息子と2人の娘を設けた。オーストラリア、カーペンタリア湾のサー・エドワード・ペリュー諸島は、1802年に、そこを訪ねたマシュー・フリンガーズが、ペリューにちなんで名付けたものである。他にも、オーストラリアの地名には、ペリュー岬、ペリュー諸島に、隣接と、 エクスマスワントがある。ジャマイカのペリュー島も、エドワード・ペリューの名を取ったものである。フィリピンの東にあるパラオは、以前は、ペリュー諸島、または、ペリュー諸島とも呼ばれたため、しばしば、エドワード・ペリューに由来すると言われることがあるが、これは1783年、まだ、ペリューが名を挙げる前に、キャプテンヘンリー・ウィルソンによって名付けられたものであり、 土着の名前ベラウが英語的に舐まったものと考えられている。ペリューはセシル・スコット・フォレスターの小説、ホーン・ブロワーシリーズのいくつかの巻でフリゲート・インディファティガブルの艦長として登場する。テレビシリーズではロバート・リンジーによって演じられ、原作より重要な役割を与えられている。彼は、また、の小説、ジャック・アブソリュートに士官候補生として登場する。 パトリック・オブライアンの小説、オーブリーマチュリンシリーズの、風ーのバルト界、要塞島の攻略、第7巻、ザ・リバース・オブ・ザ・メダル、第11巻などで彼は脇役を演ずるが、彼本人が登場するのは、ザ・イエロー・アドミラル、第18巻と、ザ・ハンドレッド・デイズ、第19巻だけである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。